セントアンドリューズは、スコットランドのファイフにある、北海に面する町。ゴルフの発祥の地として知られる。名前は、セイアンデレにちなんで命名された。ゴルフの権威であるアール &A ゴルフクラブと美しいゴルフコースの、セントアンドリューズリンクスがあるため、セントアンドリューズは、ゴルフの聖地と呼ばれている。5年に一度、4大メジャーで最古の歴史を誇る、ゴルフ大会。 全英オープンがセントアンドリューズリンクスのうちの最も由緒あるオールドコースを舞台に開かれている。また、スコットランド最古の大学であるセントアンドリューズ大学が置かれている。セントアンドリューズはセントアンドリューズという表記も見られるが、これは米語発音であり、現地スコットランドではセントアンドリューズと発音されている。 ヒクトジンの本拠地がおそらくセントアンドリューズの場所にあったという。言い伝えによると、ケンノウェイの守護聖人ケネスによって、ここに6世紀にカルディ修道院が建てられた。その場所は747年まで、同時期の記録中に実際に証明されていなかった。アイルランドの年代記が、セリングモナイドの聖職者チュアタランの死を記録してあったことから判明した。 聖母に捧げられた小さな教会が1860年にカークで発見された。12世紀と13世紀、キルリーモントという仲間とは、マックロスという名の定住が行われた。別の言い伝えでは、赤いあのパトラス司教聖レグルスが、聖アンデレの聖遺物を携えて、ここへやってきたという。ピクト人の王、アンガス・マクファーガスはレグルスにボアーズ・ライクという広い。 土地を与えた。そこは、現在のボアヒル近郊であるといい、その名が変わって、セントアンドルーズとなった。908年に、ピクトジンとスコットランド教会が一つになり、セントアンドルーズは9世紀に、司教座の町となった。司教座の首位は、ダンケルドから移されたもので、セントアンドルーズ司教は、すなわち、広位司教で知られた。15世紀半ばには大司教座に昇格した。 町は1124年にロイヤルバラとなった。16世紀、フォースワン北部の重要校の一つの働きをし、伝えられるところによれば1万4000人の人口があった。しかし暴力的なスコットランド宗教改革とイングランド内戦の後、町は破壊された。ダニエル・デフォーは、家々が荒廃し、港が海に侵食され二度と修繕されなかったと述べている。 しかしわずかに交易が改良されていった。セントアンドリューズ大学19世紀後半になっても、まだ町は荒廃していた。セントアンドリューズ大学で、教師たちは、不満をこぼし、パースか、ダンフリーズへ移ったらどうかと熟考した。1960年代に入り、町は、セントアンドリューズ大学の成長とゴルフ人気の高まりから生き返った。 セントアンドリューズは海洋性気候の特徴を持ち、北緯56度という高緯度にありながら、割合に温暖である。冬季は同じ緯度にあるモスクワやラブラドール半島ほど寒くはならない。日中の気温は稀に氷点下まで下がるが、平均は摂氏4度前後である。夜間の凍結はあまりない。冬季の歴代最低気温記録は低、摂氏14度であるが、 これは例外である。夏の気温は、普通穏やかで、最高25度を超えることは稀である。スコットランド東岸に位置することから、ハールと呼ばれる北海から生じる濃霧が課題となる。セントルールズ島からのセントアンドリューズの眺め制度の廃墟現在は、廃墟となっているセントアンドリューズ制度は、一時は、スコットランド最大の建物で、死境ロバートによって、 カノンズ小修道院として建てられたのが前身である。14世紀初めのロバート一世支配下の1318年に完成した。聖堂と修道院の建物群は1559年の宗教改革後に略奪に遭い、廃墟と化した。17世紀終わり頃、小修道院の建物は全体が残っており、 その他も残っているとみなされていたが、ほぼすべての痕跡は小修道院の防御用壁、等と門を除き失われた。聖堂の西側に、聖堂境内に入る14世紀の主要門が、残っている。ストリートルール、エスタワーントルールズタワーは聖堂に近接して立つ。聖堂の一部として12世紀初頭に建てられたと、見られる。その頂上からは、 セントアンドルーズの市街の素晴らしい眺めが楽しめる。セントアンドルーズ城は現在廃墟となっており、海に侵食された岩だらけの岬の上にある。ロジャー司教は13世紀初め、司教の住居として、強固に要塞化した最初の石造りの城を建てた。イングランドから侵攻した軍に、しばしば占領され、1336年に、 スコットランド摂政を務めていたアンドリュー・マレーによって、再度を取り返され、彼は二度と敵の手に城が落ちぬよう破壊を命じた。トレイル司教の代に、南と西の堀が巡らされ、その中にどっしりとした建物が再建された。ジェームズ一世は、幼年時代を、ウォードロー司教の下でこの城で暮らし、1445年に、ジェームズ三世はこの城で誕生した。城の窓から、 ビートン数奇教は、修文の罪で1546年に、プロテスタント改革者、ジョージ・ウィンシャートが火炙りにされるのを目撃し、同年にビートンは、プロテスタント改革者の一派に、城内で殺害された。1112年、町の教会として、ホリー・トリニティ教会が、サーゴット主教によって創建された。最初は、セント・アンドリューズ聖堂の東の終わりに立っていたが、 後に教区教会として15世紀にサウスストリートの東側へ移った。スコットランドのプロテスタント聖職者、ジョン・ノックスが1547年に初めて公の場で説教を行った場所である。現在はスコットランド教会に属する長老派教会である。サウスストリートには中世後半に建てられた美しい礼拝堂の 北川交差炉の廃墟が残る。1274年、ドミニコ会派の礼拝堂として建てられた。1450年頃建てられたというフランチェスコ、会派の建物は失われてしまっている。ありがとうございます。